平成22年台風第11号は2010年9月に発生し台湾や河南地方に大きな被害をもたらした台風である。進路図2010年9月15日に沖縄地方の南で台風11号が発生しアジア名ファナピと命名された。命名国はミクロネシアでサンゴ礁を形成する小さな島々を意味する。また、 フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、インダイと命名している。台風は勢力を強めながら、暴風域を伴い、18日にはゆっくりと、先島諸島へ接近し、暴風域に巻き込んだ。そして、非常に強い勢力で19日午前8時40分に、台湾中部のカレン市付近に上陸した後、台湾海峡を経て、 中国福建省に再上陸し、その後熱帯低気圧に変わった。台風が接近した沖縄県では各地で暴風となり、波照間空港で秒速63.8メートル、入表島南部で秒速60.24メートルの最大瞬間風速を観測したほか、八重山地方では全世帯の約半分が停電した。県内で死者は出なかったものの5人が負傷した。 宮古島市のぐすくべにある佐藤おきび畑では台風による塩害ではのかれる被害が出た。台湾では台風によって台南県から平東県にかけての広い範囲で浸水被害が広がり、高尾市の被害は過去50年で最悪と伝えられた。台風による大雨により高尾県神大工業区で台湾ソニカワ工業など10社以上が創業ストップを余儀なくされ、 これを受けて、台湾中油も、当面の需要低下懸念から、川上の第5ナフサ分解プラントの稼働中断。石化サプライチェーンの混乱による、被害額は、およそ20億台湾元と見込まれている。なお、中油は稼働停止が1週間以上続いた場合、石化製品の供給不足により、スポット価格の上昇を招くと懸念した。 中央気象局によれば、18日午前0時から20日午前11時までの降水量は、平東県目下境で1126ミ、mm、リメートル、高尾県岡山鎮で945ミ、mm、リメートル、高尾市左駅で596ミ、mm、リメートルで、20日昼になっても多くの地点で水が引かず、水害被災地では、国軍の兵士4400人が出動し、復旧活動に当たった。 中国関東省では洪水や地滑り、泥流などにより多数の死傷者が出た。この台風により合計で105人の死者が出た。この台風のアジア名であるファナピはこの台風限りで使用中止となり、地順からはライというアジア名が使用されることになった。ありがとうございます。